元気元気ですよあよかったよかったそうなんですちょうど「あの、そう、君の名は」って映画無事に26日に公開されましてありがとうございます舞台挨拶を28日にやらせていただいて今ここでも疲れてんじゃないもう全然しまくってるでしょ地方にいろいろ行かしていただいたりとかもしててでもすごく 楽しかったですし、うん、やっぱり各地方それぞれのお客さんたち見に来てくださった方々の反応も違いますし、すごく楽しく。あ,あよかったよかった。はい、もうあのす、俺もね、ちょっと見させてもらいまして、ありがとうございます。素晴らしかったですね。ありがとうございます。本当に面白かったです。で、なんかすごい大ヒットしてるみたいで。あ、はい、そうなんです。みんな、皆さん見てくださってる。うん。です、本当に。うどうした緊張してるか、今。<laughs> 緊張しますよ、そりゃ。 緊張しますよ。普通でいいよ。普通でいいんだよ。<laughs> 普通でいいんだよ。<laughs> いつもの二人で会った時とかの感じでいいんだよ。わかりました。うん。ちょ、徐々に、徐々に。いや、だってまだ始まって何、何分かだから、ちょっとそりゃ緊張しますよ。<laughs> <laughs> ちょっと珍しいな、この、かゆきくんは。はい。そっか。はい。あのね、そうそう、全部ね、<laughs> 映画。いや、なん、なんていうか、なんだ、なんて言ったらいいんだろうな。 あの予告編とかでさはい、はい、あの分かる情報から、はい、途中からどんどんなんていうか予想できない展開になっていくところから、うんはい、あれすごいねあの展開のあの密度っていうかそうなんですドキ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 していく感じがそうなんです、えー、これだから当ぜひ見て見てもらわないとっていう感じだと思うんだけど、はい、最初台本を読んだ時どんな感じだった、うん、台本読んだ時はあのの僕その 新海誠監督の大ファンでですね。あ、そうなんだよね。本当にもう、デビュー作からも見てますし、特に、その、秒速5センチメートルという作品に出会ってから、あの、本当に監督の作品をずっと見ていて、で、あの、ま、監督の作品ってすごくモノトーンな印象なんですよ、僕にとって。でも、あの、この、君の名はという作品は、そのモノトーンな部分もありながら、 その監督が新しくもっとカラフルにという、えキャラクターの表情も豊かになってますし、展開もクスッと笑える部分もあったりだとか、なんか本当に、面白いところいっぱいあるよね。エンターテインメントっていう、うん、本当に皆さんが楽しめる映画になってると思います。うんうんうん、あとなんかその、風景が素晴らしいよね。そうなんです。いや、本当に綺麗で、あとなんかその、都会と、はいまあ、いわゆるこう田舎というかの、の、はい 風景がこう連続してこう変わっていくようあ,、はいはい、あるんんだけど、なんていうかそのどっちも含めて日本のなんか良いところが自然とこう表現されてる感じっていうか「そうどうですきれいでしょう」みたいなっていうよりかはなんか本当そこにあるみたいなそうなんですだからこうその映像美というかまあ、うん、その監督が描く景色を見てしまったらこうやっぱり憧れてしまうんですよねそうねなんここうこんな景色を 美しくやっぱり見てみたい自分の,その見ている景色で見たいっていう、うんうん、いやでもさそれがなんていうかそのたまにさこう普通のそこら辺の、はいえっと、いわゆる都会とか、うん、駅前とかでも、はい、気候がなんかすごく気持ちよくて、うん、なんかいい感じに晴れてて雲がいい感じにあってで自分のなんて言えばいいんだろう、えっと、例えば悩み事とかも なくて、なんかすごく心が穏やかで、景色がすごく綺麗に見える日とかってあるじゃん。なんかそういう状態がね、あるある感じっていうか、それが表現されてる感じっていうか、なんか変にめちゃくちゃその嘘ついて綺麗になくて、俺たちの思う一番綺麗な日本の景色みたいな、なんか実感できる範囲の中の、その感じがすごくあって、あそこに行きたいと思うし、 でも実際ここにあるよなっていうか俺たちの世界にあるよなっていう感じがあってすごくね好きでしたねありがとうございますいやあとあの何て言うんだろう新海誠さんでんか音楽に愛があるなって思った音楽の使い方というかはい音楽の配置の仕方というかはい今回「ラドウィンプスはい野田さんと監督が1年半約2年ぐらいあの 監督はは映画をを作作っってててて野田さんと曲同時並行して作ってる曲がありましてうん、うん、いっぱいまあほとんどそうなんですけどあと劇版と言われるその映画の中にかかってる BGM も野田さんが全部手掛けてくださっててなのでやっぱり映画に寄り添ってるやっぱり歌詞とメロディーと音楽なんです,、ねうんうん、ですあとねその映画自体がその音楽 なんていうかな監督の方は割とよくそのえ音楽を映画に寄せる方が多いんだけど、はい、どちらかというと音楽があってからあの映画だったりそのカット割りだったりっていうのを変えてるんだろうなって感じがすすすするんででそう監督がおっしゃってたんですけど、うん、あの音楽とか、うん、まあ効果音とかその他の音、うんうん、曲が最初にあって僕らのセリフが後からあったりするのでそうなんだ。 と音楽メロディーがえじゃあアフ,レアフレコというか声の収録の時には音があったりする時もあったってことえー、撮ってる時は流れてはないんですけど、うん、でも,もああの V コンテという、まあ、ビデオコンテが練習用で配られて、うんうんね、その時にはもう音楽はほとんど入ってました、えーね、なのであ、えー、ここの例えば僕のセリフのすぐ後にかかるんだとかうん、うん、あのあここのタイミングでこういう曲が流れるんだっていうのが大体なんとなく。うん 分かっていたので。それがそれをする作業ってすごく大変だと思う,うそれだからそれを音楽をやってる身としてはすごく感動してそんなことしてくれるんだっていう本当に愛のある人なんだなっていうなんかやっぱね辛いことの方が多くて <laughs> 音楽をやってると音楽以外のものとドッキングするときにやっぱどうしても音楽が色々こうやっぱりカバーしていく瞬間の方が多いからだからねすごく素敵な現場なんだなと思,思いましたあ,ありがとうございますいや